シ,ンシーシー・サバシア、カーステン・チャールズ・サバシア・ジュニア、カルステン・チャールズ・シーシーズ・バシア・ジュニア、1980年7月21日体は、アメリカ合衆国カリフォルニア州、バレー保出身のプロ野球選手、当主。左投げ左だ。現在は、MLB のニューヨーク・ヤンキースに所属している。身長67。 約 200.7cm、体重290ポンド、約 131.5kg の巨体から、速球とスライダーやチェンジアップなどの変化球を繰り出す、2000年代後半から2010年代前半の MLB を代表する先発投手の人。かつては登録名を CC サバシア、C、シーズバシアとしていたが、2008年シーズン途中の、 遺跡を機に終止符をなくしたものに変更している。愛称はダブ。カリフォルニア州バレーホで誕生。生まれた時から、すでに体重は8ポンド12オンス、約3969グラムもあった。メアアイランド海軍造船所などで働いていた、父コーキーは息子を、NFL オークラドレーダーズや MLB、オークランドアスレチックスなど、地元プロスポーツの試合に連れて行き、 トラビス空軍基地で夜勤をしていた母マージーはソフトボール経験者として息子の投球練習に合っていた。野球以外にもアメリカンフットボールやバスケットボールなど様々なスポーツをプレイしていたが他の子供よりも体が大きいことから相手に人年齢を疑われるようになり母が試合のどに出生証明書の写しを持って行くようになる。ただ当時のサバシアは大きな体格とは裏腹に 相手に打たれて、マウンド上で泣き出してしまったり、あるいは感情的になって、怒りをあらわにしたりすることが多々あった。そのため母は、サバシアが、精神的に強くなれるよう厳しく接した。サバシアが14歳の時には、彼が、求心の判定に文句をつけたところ母が試合中にも、かかわらず、息子を車に乗せて、強制帰宅させたこともあり、当時を、彼は、あれは恥ずかしかったけど、 感情を常にコントロールすることの大切さを知るいい教訓になったと振り返る。に進学後は野球にフットボール、バスケのそれぞれで頭角を表す。野球では、早くからスカウトの間で、まるで大人のような子供が、時速90マイルの速球を投げていると噂になっていた。最上級生の時には、投手として46.2投球回で6勝0敗、82、 脱三振、防御率0.77を記録した上、打撃ではチーム一の強打者だったので、当番のない日には一塁手や左翼手としても出場していた。アメリカンフットボールではタイトエンドとしてオールカンファレンスに選出され、バスケットボールでは州を代表するパワーフォワードとして高い評価を受けていた。ハーイ大学がアメリカンフットボール小学生のオファーを サバシアに出し、これに対して、サバシアは、野球も両立できるようにする条項を契約書に、加えた上でサインした。1998年の MLB ドラフト一巡目、全体20位で、クリーブランドインディアンスから指名されると、サバシアは、進学を撤回して、プロ野球選手の道を選んだ。絶対にこの逸材は潰してはならないと、 球団は慎重かつ綿密な育成プランを立てた。サバシアは入団後、まず、マイナーリーグ最下層のルーキー級バーリントンで5試合に、登板し、18回を投げ35奪三振と、投球回数の2倍近い三振を奪った。は肘を痛めたためシーズン開幕時は投球できずに、いたが、後に回復し、SSA 級魔法ニングバレーから ATB。 A 級キンストンまで3クラスで、計16試合に登板した。2は、AA 級アクロンに昇格し、オールスターフューチャーズゲームや、野球伝道のエキシビションゲームなどに派遣された。同年のシドニーオリンピックの、野球アメリカ合衆国代表候補に選出れたが、インディアンス側が、サバシアを先発として起用することを条件に、代表入りを許可していたのに対し、 代表チームが中継ぎで登板させる方針だったことが発覚したため、インディアンスはすでにシドニー入りしていたサバシアを無理やり帰国させているトリプル A 級を飛び越えてメジャーに昇格した。GM 補佐のマーク・シャパイロは、有望な若手はじっくりと育てた方がいいと考えていたため、サバシアのメジャー昇格に慎重な姿勢を崩さなかった、チャーリー・マニエル監督とディック・ポール投手コーチの強い、 要望に、最後は、俺、メジャー入りを認めた。開幕5試合目の4月8日に、オリオールズ戦で先発して、メジャーデビュー。その後は先発ローテーションに定着し、レギュラーシーズンでは33試合に先発して17勝、リーグ6位。チーム最多5敗171奪三振、リーグ7位。防御率4.39を記録、チームの地区優勝に貢献した。 ポストシーズンはマリナーズとの地区シリーズ第3戦に先発。初回こそ緊張のあまり請球を乱したが、最終的には6回を2失点に抑えて、勝利投手となった。シーズン終了後の新人王投票では、一郎に次ぐ2位となる。投票権を持つ全米野球記者協会、場の記者28人のうち27人が一郎に1秒を入れた中、オハイオ州エリリアの クロニクルテレグラム指揮者だけが日本プロ野球で9年のプレイ経験がある。一郎よりもサバシアの方が新人らしいとしてサバシアに1秒を投じている。この活躍を受け球団はからの4年総額950万ドル。5年目のは球団オプションで契約を延長。こうしてサバシアは本格派ワンとして今後の球界を代表する存在になるだろうと期待されるようになった。 しかし2002年以降、サバシアは伸び悩む。精神面が安定せず、サバシアとバッテリーを組むビクター・マルティネスが、何か理由を見つけては怒り狂っていたと語るように、自分を抑えることができなくなっていた。また、相次ぐ怪我にも見舞われた。和開幕直後に、上腕二頭筋を痛めて故障者リスト入りとなったのに、加えて、復帰後には、左肩も故障。 医者が酔いをしながら、当番を続けたものの、9月中旬には、膝の腱まで痛め、再び故障者リスト入りして、シーズンを終えた。にも、球団との契約延長交渉を進めていた、最中の3月6日に脇腹を負傷。開幕を故障者リスト入りで迎え、シーズン初当番は、開幕から半月近くが経った4月17日と、出遅れる。契約交渉は、 同月27日にまとまり、から2年総額1775万ドルで残留が決まったものの、4月の試合中にまたも右腹部を痛めて、戦線離脱したことで、ついには、巨漢サバシアのコンディショニングを問題視する声も出るようになった。この年、サバシアの登板数は、デビュー以来初めて30試合未満となっていた。サバシアはそれまでとは違う洗練された投球を見せた。 各球団エースの中で、サバシアだけは、投球回が210を超えることはない、と予想する声もあったが、ボールを低めに集めるのを徹底したことで、試合中盤に打ち込まれることが減った。相手打者として対戦したトリーハンターは、サバシアの変貌ぶりを、投手として成熟してきた。三振も取れるが、必要な時にはゴロを打たせて閉鎖ずに仕留められるようになっていると語っている。 結果として、リーグ最多の241.0インニングを投げて、吉球を37個に抑え、19勝、リーグ27敗二0 9奪三振、同5位、防御率3.21、同5位という成績を残し、エースとして活躍。6年ぶり出場のポーストシーズンでは、レッドソックスとのリーグ優勝決定戦で2千二2敗、防御率10.45と本来の力を、 発揮することができなかったが、サイヤング賞を初受賞するなど、レギュラーシーズンでの働きは高く評価された。インディアンスは、シーズン終了後サバシアに対し、以降の新契約を打診した。オファーは4年総額7000万ドル前後とみられるが、サバシア側はこれを拒否した上で、のシーズン終了までは交渉はしないと宣言。インディアンスは、あまり裕福な球団ではなく、 高額なオファーは出せないため、このサバシア側のオファー拒否によって、2008年がサバシアのインディアンスでの最終年になる可能性が大きくなった。2008年は開幕投手を務めた。しかし開幕戦を6回途中を失点で降板するなど、4月終了時点で1勝4敗、防御率7.88と不振に陥った。さらにチームも、 前年の地区優勝から一転して最下位に低迷。サバシアは5月6月の2ヶ月間で5勝4敗。防御率2.19と復調したが、チームはなかなか浮上できなかった。そのためインディアンスがシーズン途中でサバシアを有望若手選手とのトレードで放出することが濃厚になった。2008年7月7日にマット・ラポータ。 マイケル・ブラントリーら若手4選手とのトレードでサバシアがミルウォーキー・ブルワーズへ移籍することが決定した。ブルワーズは資金力がある球団ではないためシーズン終了後にサバシアと契約を延長する可能性は低くブルワーズの狙いはシーズン終了後にサバシアが FA 移籍することで移籍先の球団からほどしてドラフト上位指名権を獲得することにあるとみられた。 ナショナルリーグ中地区でポストシーズン進出を争っていたブルワーズにとってサバシアの獲得は大きなプラスとなった。一石翌日、8日のロッキーズ戦から8月31日のパイレーツ戦までサバシアは11試合88イニングを投げて9勝0敗防御率1.43と相手打線をほぼ完全に封じ込め。 この間7.8月と2ヶ月連続で月間最優秀投手賞を受賞。さらに、ペナントレースが過強に入った9月には3試合連続で中3日での先発をするなどチームを支えた。結果、3度目の中3日当番となったレギュラーシーズン最終戦でサバシアは122球間投手を売り上げ、ブルワーズは ワイルドカードで28年ぶりのポストシーズン進出を決めた。ナショナルリーグでは3ヶ月弱しか投げていないにも、かかわらず、サバシアはリーグ最多の7関東、3関風を記録。一席前のアメリカンリーグでの成績と合計すると、脱三振、防御率、関東、関風、投球回で前年のサイヤング賞受賞時の成績を大幅に上回る自己最高を記録した。 ポストシーズンはフィリーズとの地区シリーズ第2戦に先発したが4回途中5失点で降板し敗戦投手となった。また1勝2敗で迎えた第4戦では3回に代打として出場したが三振に倒れチームも敗退。ブルワーズをワールドシリーズに導くことまではできなかった。2008年11月1日にサバシアが FA となるとブルワーズを含めた 複数球団による争奪戦が繰り広げられた。サバシアとの独占交渉権を同月13日まで保有していたブルワーズは5年1億ドルを提示。他球団との交渉解禁となった14日にはニューヨークヤンキースが6年1億4000万ドルでオファーした。その後、サバシアが生まれ育ったカリフォルニア州を本拠地とするロサンゼルスドジャスが獲得に興味を示し、 サバシア本人もドジャースを希望していると報じられたこともあった。結局、12月18日になってヤンキースが7年1億6100万ドルという投手史上最高額当時の大型役をサバシアと締結した開幕投手となったサバシアは19勝を挙げ最多勝ちのタイトルを獲得した。過去2年間は結果を残せなかったポストシーズンでは ツインズとの地区シリーズでは、第一戦を7回途中に失点でまとめ勝ち投手になり、エンゼルスとのリーグ優勝決定戦では2試合16イニングを投げ2勝、防御率1.12の高騰でシリーズ MVP を受賞。ヤンキース6年ぶりのリーグ優勝の原動力となる。自身初の出場となったフィリーズとのワールドシリーズでも、2試合でジェイス・アートリーにソロ本類が、 計算本を浴びた以外はほぼ抑え、ヤンキースはフィリーズを4勝2敗で下し世界一となった。このワールドシリーズでの優勝は、サバシア自身初めての経験となった。も最多勝ちを獲得。4月10日のタンパベイレーズ戦、8回裏にアウトまでに、死球のみのノーヒットに抑えていたが、この試合の111球目で、ケリー・ショパックにヒットを打たれて、ノーヒットノーランをしくも逃し、 その直後に降板した。9月18日のオリオールズ戦に7回3、失点で勝利したことで、自身初の20勝も達成した。この年のヤンキースの先発ローテーションは、AJ、バーネットや、ハビアー・バスケスが期待外れだったり、アンディ・ペティットが故障で長期欠場したりと不安定で、その中でサバシアは一人ローテーションを支え続けた。ヤンキースは、 ワイルドカードで2年連続のポストシーズン進出。しかし、レンジャーズとのリーグ優勝決定戦に2勝4敗で、敗れ、ワールドシリーズ連覇はならなかった。このシリーズで、サバシアは2試合に先発し、いずれの試合もヤンキースは勝ったものの、サバシアは、計10イニングで7失点と不本意な成績に終わった。シーズンオフに、右膝の半月板損傷と診断され、 関節強視化手術を行った。7月26日のマリナーズ戦で6.1回を無安打無失点に抑えたが、雨で中断。再開後の7回に、ブレンダン・ライアンにヒットを打たれ完全試合は途切れた。サバシアはこの月のピッチャーオブ・ザ・マンスに選出された。9月10日、エンゼルス戦で、トリーハンターから自身2000個目の三振を奪った。 この年は19勝を挙げたが、最多勝ちのタイトルは獲得できなかった。シーズン終了後、契約には FA の講師が認められていたものの、ヤンキースでプレーすることを望み契約を延長した。は15勝を挙げ、ディビジョンシリーズでは第1戦と第5戦に先発シいずれも勝利し、チャンピオンシップシリーズでは3連敗後の第4戦に先発したが3.2回を投げ6失点。 地敗戦。チームは敗退した。10月25日に骨極を除去する関節教師化手術を受ける。12月には、いとこが心臓病で亡くなり、以降減量に取り組む。は4月1日、ホームでボストンレッドソックスを迎えての開幕戦に先発登板したが、5回を投げて4四九8被安打で4失点を喫し、敗戦投手になった。7月3日、 敵地でのミネソタツインズ戦に先発登板。7回121球を投げて7安打に失点に、抑えて、勝利投手になり、通算200勝を達成した。このシーズンは通算で32試合に登板し14勝13敗だった。15勝に到達しないシーズンは、インディアンズ在籍時代の2006年以来であり、防御率4.78は、自己最低の記録となった。 シーズン終盤には9月20日に行われたサンフランシスコジャイアンツ戦で左ハムストリングを痛め残りの試合とプレーオフの当番を回避することとなった。は開幕投手を務めたが5月11日に右膝の炎症で15日間の故障者リスト入りした。7月1日に60日間の故障者リストへ移動し、7月2日にリハビリのため AA 級。 トレントン・サンダーへ移動した。は、復帰を果たしたが、開幕5連敗を喫するなど不振に苦しみ、29試合に登板して、防御率4.736勝10敗という成績に終わった。しかしながら、規定投球回に達したのは、ヤンキースでは、サバシアだけだった。レギュラーシーズン終了直後の10月5日アルコール、依存症であることを告白し、 症状を克服すべく施設に入るため、プレイオフでは登板しないことが発表された。は、開幕前のイワンノバとの先発5番手争いを、制して開幕ローテーションに入り、4月は防御率5.06と出遅れ、5月6日には左、股関節の張りで15日間の DL に入った。監督のジョージラルディは復帰まで3週間かかる、見通しであると語ったが、21日に、 最短復帰するとその後は、高等を続け、5月は26イニングを投げ防御率1.04を記録した。6月22日の当番で4.1回6、失点と打ち込まれてからは大幅に失速し、2桁勝利は、ならなかったが、田中正宏に次ぐ、チームに2位体の急勝を挙げ、4年ぶりの防御率3点台となる3.91を記録した。若いマクローテーション2番手として、 開幕を迎えた。7月27日のレーズ戦で通算2800奪三振を記録、さらに9月19日のツインズ戦で左投手としては歴代3位の2836奪三振を記録した。この年は2度の d l 入りもあり規定投球回には達しせなかったが、自身4年ぶりの2桁勝利かつルイス・セベリーノと並び、チームトップタイである14勝を挙げ、 ここ数年の不振から一定の復活を見せた。11月2日に FA となったが、12月16日にヤンキースと1年1000万ドルで契約に合意したと報じられ、12月26日に正式に再契約した。も開幕ローテーションに名を連ね、29試合に先発。二桁勝利はならなかったが、9勝7敗、防御率3.65という成績を挙げた。 シーズン最終当番となった9月27日のレーズ戦で報復支給を行ったこと退場となり、翌2019年シーズン開幕から5試合の出場停止処分が下された。またこの退場でシーズン155イニング到達によるボーナスを逃したことになり話題を呼んだ。オフの11月7日にヤンキースと1年800万ドルで再契約を結んだ。 主な持ち玉は、91から95メートル PH、約146.4時速152.9 k m の速球、82から85メートル PH、約131.9時速136.8 k m のスライダー、80から83メートル PH、約128.7時速133.5 k m のチェンジアップの3つ、 MLB では際立った、速球投手というわけではないが、相手打者として、サバシアの球を見たマイクロウェルは、速球を30フィート、約9メートルぐらいから投げ込んでくるように見える、変化球を、鋭いスライダーと、効果的なチェンジアップと表現している。基本的にはこれらの球種を駆使して、三振を多く奪うタイプである。2005年から2007年まで、脱三振数。 脱三振率ともにアメリカンリーグの上位10人以内に入っている。2008年はリーグをまたいでの移籍をしたため両リーグ、それぞれのランキングには入っていないが、その合計では MLB 全体で脱三振数が2位、脱三振率が5位だった。ベレクジーターは右打者の内角に速球を思い切って投げ込むサバシアを詳細区をせずに勝負を挑んでくる。 現役最高のパワーピッチャーの一人と評した。2012年から球速が加工し始めそれに従い、成績も悪化していったが、2016年からカッターを投球に取り入れたことで、技巧派として復活した。2017年時点での投球は、平均 91mph の2シームファストボールと、平均 90mph のカッター。 平均 80mph のスライバーを中心に、平均 92mph のフォーシームファストボール、や、平均 84MHz のチェンジアップを交えるもので、あり、2016年のウィークコンタクト率は46、464と MLB 全体ベストだった。かつては、請求が課題と言われ、予し給率は1年目に4.74を、 記録していたのが2007年1.382008年2.09などと年々向上し半分以下の数値になってきている。請求力の向上は打たせて取る投球術の習得にもつながり、サバシアがスタミナを温存して長いイニングを投げることができる一因となっている。その結果2008年にはナショナルリーグでは3ヶ月弱しか投げていないにもかかわらず、 同リーグ最パの7関東、3関風を記録した。また、2007年以降5年連続で、レギュラーシーズンの投球回が230以上、ポストシーズンも含めると240以上になっている。守備はあまり得意ではなく、バントに対するフィールディングなどは苦手である。また、クイックモーションでの牽制ができず、左腕であるにもかかわらず走者が出ると、よく投類を許す。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。